はい、実況させていただいております、シロックマンと言います。よろしくお願いします。今日はですね、プレイステーション2のね、ゲームでしてね、ザ・キング・オブ・ファイターズね、94のね、パワーアップバージョンと言いますかね、出てるんですよね。ザ・キング・オブ・ファイターズね、リバウトというね、ゲームをね、やらさせていただきたいと思います。まあ、とりあえずもオプションモードね、ゲームオプション。バトルセッティング。もちろん無限がいいな。あとはいいのかな、普通でね。で、これでアーケードモードね、チームプレイの方ね。これね、本当は、あ、これあれか。あ、そうか、これ。チーム、あれにしてもだな。ちょっと戻ろう。戻れないんかな、これ。これね、チームごとになってるんですよ。一人ずつ選べないんですよ、このモードはね。ちょっと一回戻ろう。これね、グラフィックも上がってるんですよね。グラフィックもパワーアップしてるんですけど、原作よりもね。これね、一人一人選べるやつ、これか、エディットプレイヤーだかな、一人一人選べるやつね、これ。チームで選ぶんじゃなくて、一人ずつ選ぶんですよ、こうやってね。KF94 ってね、KF94 はね、チームごとでしか選べなかったんですよ。原作はね。これ、ボスも選べるんですよね、こっちはね。ルガールとね、最終も選べるんですよ、このね。今日の父親ですよね、親父のね。これ一人ずつが選べるようになるんですよね。やっぱアンディかな。アンディと、リョウと、テリー、イオリがいないんよね。94ってね、イオリいないんですよね。イオリは95から出てきたんでね。久しぶりにやりますけどね、これ。これあれだ、パワーダンクを使えるよね、確か。これ性能はね、ガロー伝説スペシャルの性能なんですよね。この時のね、テリーはね。喋り方も同じですよね。やばいやばい。うわ、やば。あー強い。まあこれ怒りチームやね、相手はね。やばいやばい。強いな。やばいな。おーし、出た。それでもやばい。あー、くそ。これね、ゲージが赤くなったらね、超必殺技使えるんですよね。このゲ、何回でも使えるようになるんですよ、ゲージが赤くなったら。まだ一人目やからね、やばいよ。うわ、やっと一人倒せた。強いな。まあ、出た。ハイデルンね。
隊長というかね、イカレチームのね、レオナの親父ですよね。うん、あ、やばい。ああ、やってきた、これ。あったな、この技。やばい、やばい。あー、あかん。うわ、強すぎるやん、これ、最初から。一人目から。一人目通過、第一ステージからめっちゃ強いやん。こんな強いと思わなかった。厳しいな、意外と。最終と、今日と、そうやな、アンディやな。めっちゃ強いな、最初から。これ確かね、アーケードは出てないんですよね。うん、アーケード版出てなくて、オリジナルの方はアーケードなんですけど、このリバウトの方はね、確かプレステ2だけだったと思うんですよね。あ、タクマですね。やばい。風波弾出ないぞ、なかなか。やばいやばい。あー、やばいやばいやばい。あーか、超劣化弾出したかったけど出なかった。もう倒せない、親父同士の戦いね。最初ワン、あ、やばい。あ、やばい。あー、届かんかった。あー、くそ。おー、危なかった。結構コンピューター強いわ。ロバートね。これはあれですよね、相手は龍子の剣2の性能って感じですよね。あ、やばいやばいやばい。あかん、飛び道具やから不利やな。もうこっちの飛び道具使えるけどもね。あ、あかん、届かへん。あかんな。あー、くそ。厳しいな、思ったより。やばい。やるな。やばいやばいやばい。あー、やばいやばい。
あー、くそ、もうちょっとやったのに。強いな。厳しいね、思ったより。そうやな、ローソンはテリーでいいか。テリーとこれでいくか。結構難易度高いな。まだ一回も勝ててないよね。買い物買ってたんだよ。これちょっと難易度下げる方がいいかな。アーケードブーやから強いよね。勝てた、倒せたけどね。あ、バイクだった。後ろになんかあの KOF2000 人出てきたフォクシーがね、出てきたの。2001やったかな、フォクシーがいたね。あ、やばい。結構距離短いな、この技。あ、あかん。あー、くそ。まあ、なんとか一人倒してるからいいけど。倒した。もう勝てそうやね、今回はね、なんとか、うん。あ、やばい、投げてきた。あー、やっぱ投げてくるな。よしよしよし。パワーウェーブなんか効くんかな。オーケー、あれやね。やば。あーかん。やっぱりパワーゲージは出ないね、なかなか。やばい。おい、倒してた。危なかった。やっと勝てたやん。やっと勝てたね。もう必死やな。あ、テリーチームか。ガロ伝説チームやね。
away. はい、やばいやばい。これ確かね、ガラオ伝説2とかスペシャルの時のね、アンディのステージに似てるよね。やばい、やばいやばい。せめて一人で一人倒さんとな。あー、くそ。よし、当たった。そんな減らないな、これ。よし、倒せよ。危なかった。あー、くそ。あー、惜しい。惜しいな。やっぱり距離がちょっと短いよね、こいつの必殺技は。超必殺技だ。やっと倒せた。でもやばいね。あ、やばい、強い。あ、やばい。あ、食らいやがれって言わないんや、この時。94の時って。あ、やられた。やば。おお、倒せた。危なかった。なかなか強いな、相手な。こいつらね、スポーツチームね、こいつらってね、KOF94 とね、KOF98 しか出てこなかったよね、確かね、ブライアン・バトラーね。おお、交代しよった。邪魔しやがった、あいつ。はい、倒した。最初、ワン。あ、こいつね、ボクサーのやつね。リーダーやね。はい、どうした。次はあれか。あ、そうやね、こいつやね。ラッキーグローバーね。うわ、強い。あ、やばい、強いな、こいつ。
いかにこの技は短い距離で出せるかよね。あかん、やられた。まあいいや、あと2人いるからこっちは。よし、倒した。あ、そうそう、この声がね、面白かったよね。ああ、女性チームか。ユリ出てきた。これあれですよね、リュウコの剣2の性能のユリですよね。おめでとうした。ないでしたね。これ確か画廊伝説スペシャルの時の性能に近いかな、この舞はね。喋り方も同じやもんね。割とね、画廊伝説の時とね、スペシャルと2の時とね。あ、キンゴね。これは確か竜子の剣2のね、時のキンゴの性能ですよね。やば。あ、やばい、やばい。よっしゃ。あー、くそ、当たらなかった。やばい、やばい。あー、やばい。まあでもこの時のキングかっこよかったよね。うわー、やばい。あ、強い、めっちゃ強い。多彩やからね、キングって技がね。あー、やばい、何もできなかった。強いわ。やばい。あー、強い、めっちゃ強い。やばいやばいやばい。あ、あかん。うわ、強っ。めっちゃ強いやん。強すぎるやん。これでもし負けたらもうやめますかね、とりあえずね。はい、これでいこう。
はい、難しいな、やっぱりな、難易度高めやね。アーケード風の難易度になってるもんね。うわ、向こうもコンボみたいなしてくるな。うわ、やばいやばい。あー、あかん。ちょっと削ったぐらいや。やばい。あー、惜しい。危ねえ。あー、くそ。なんで残ですけどね。胸の揺れ方がいいな、前の。やば、すげえ。あー、やばいやばいやばい。あかんな、全然これじゃ勝てないな。あと2人もいるからこれダメやね、勝てないね。あー、しまった。すげえ。あー、あかん。やばい。全然ダメや。あ、難しい。ダメだこりゃ。でも弱いかもって言われた。ダメだこれやね。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。